から入れるんですけど、クロスからでも入れるし、ハーフからでも入れるし、サイドからでも入れるし、サイドからがやっぱ一番やりやすいかなと思うんですけど、とりあえず今日ハーフからで、ハーフからグリーンをもらってマフラーします。で、ここからどうしてもやっぱみんな脇を刺したいので、で、相手の下の人もやっぱり脇を刺したい。で、もう脇刺されたら結構もう簡単に袖ぐるも入れるので、みんな多分この脇の刺し合いになると思うんですけど、あえて脇刺させて、こっから袖ぐるまが一番いきやすいです。自分の袖持って手を中に首に持っていって締めるっていう技なんですけど、まずじゃあこっから、まあ、袖ぐるまっていう技さえな、じゃあそれから枕します、はい、枕します。自分の袖持ちます。中入れて持つ、4本指で持って、手首をくるっと大体の頸動脈にで絞る、もう雑巾を絞るみたいな感じやってみます。相手が脇を刺してきます。その瞬間に袖持って、そうそう、こっちの指をこっちに、そうで、これをそうそうそう、でこっち頸動脈を締めて、ギュッと締める。 OK、 これが普通のハーフからの袖です。